今日は第52回札幌ライラック祭りに取材に来ています。札幌ネット TV の谷口由香です。今日から開催されているライラック祭り、大通公園でやっているんですが、さまざまな催し物やさまざまなブースで楽しい内容となっています。それでは早速私も行ってきます。ただいまより第52回札幌ライラック祭りオープニングセレモニーを開催いたします。札幌市長よりご挨拶を頂戴いたします。皆さんこんにちは。札幌市長の上田でございます。天気に恵まれまして、第52回の札幌ライラック祭りが今日こうして開会できることを本当に皆さんと一緒に喜びたいというふうに思います。札幌で最も爽やかなこの季節に、緑豊かなこの大通公園を舞台として第52回札幌ライラック祭りの開催をここに宣言いたします。52回札幌ライラック祭りが華々しく開催いたしました。ミス札幌のお二人に来ていただきました。お二人ともよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それではまずお二人の自己紹介をお願いいたします。2010年ミス札幌の菅野陽子と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。2010年ミス札幌の清澤亜美と申します。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では早速質問に移りたいと思うんですけれども、はい、今日から始まりましたこのライラック祭り、その見どころを教えてください。はい、ライラックの木は1960年に札幌市の人口が50万人になったのをきっかけとして、札幌市民の投票により札幌市の木として選ばれました。こちらライラックの木は今では公園や様々な場所で美しい香りと可憐な花を楽しむことができます。札幌のライラックは北星学園の創立者であるスミス女子が故郷アメリカエルマイルから持ち帰ったのが最初とされています。この木は現在も北星学園の校歌となっておりまして、女子中学校の敷地内で大切に受け継がれております。はい、その効果にもなっている胸元にもあります、はい、ライラックという花を見て思うことはありますか。はい、そうですね、ライラックのお花の花言葉に友情、大切な友達、初恋などあるんですが、その名前の通り淡い白ですとか紫の色がとても印象的な花だなと思っております。はい、ではこれから札幌に来られる旅行客の皆さんに札
幌の良さや見てほしいところ、これからの行事などありましたらお願いいたします。はい、札幌は6月に初夏の一大イベント、よさこいソーラン祭りが行われます。6月9日から13日間の間で開催されており、札幌全体が熱気に包まれます。7月8月になりますと BMF や札幌シティジャズなどがありまして、街中が音楽であふれます。また7月21日からは札幌夏祭りも開催されまして、北海道の短い夏を満喫できる季節に入ってまいります。ありがとうございます。それでは最後になりますが、はい、川下会場の日程と見どころを教えてください。はい、川下会場ですが、5月の30日から6月の6日まで実施しております。皆様たくさん足を運んでいただけますようお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。こちらはクロスホテルのブースで、売っていましたおすすめ3品盛りというもので、1000円でこんなのボリュームで買うことができました。それではいただきます。おいしい、おいしい。しました、よく見ていただけるようにこんなカラフルな色を使って、これも7丁目に飾ってもらいたいなと思います。札幌ウェブの名前も書きましたはい、この私の絵心のなさが知れると思いますけども、はい、一生懸命書きました。ぜひぜひ皆さんも体験してみてください。楽しいですよということで、お話を聞いたり、実際に自分で体験したり、美味しいものを食べたり、とても楽しいライラック祭りを体感しました。こちらのライラック祭り、5月23日まで開催していますので、ぜひ皆さんも足をお運びくださいませ。以上、ご案内は谷口優香でした。